オーベルニューポインターは、フランスのオーベルニュ地方、カルタン権原産のポインター犬種の一つである。別名は、ブラクド・オーベルニュー、ブラクド・オーベルニューなど。追い立ちについては、よくわかっていない。2世紀頃に獲物を精力的に追い続ける強い、ポインター犬種を目指して作り出された、古い犬種である。もともと、オーベルニューポインターには2つのタイプが存在し、 それぞれ別種として考えられていた。一つはエレガントな容姿を持ち、小柄で、俊足なブラックブルーというタイプで、もう一つは武骨で、走るのが遅く扱いにくいが、強くたくましい大型のグランブラックというタイプであった。しかし、互いの長所を取り入れ合い、一つの剣士として統一されたことにより、現在の姿と能力を持つようになった。 主に山岳地帯でうずらを取るために使われていたポインターである。他のポインター犬種と同様、嗅覚でうずらを捜索し、発見するとポインティングを行って主人に鳥の居場所を知らせた。それを元に撃たれた獲物を回収することも仕事の一つである。足腰が非常に強いため、起伏の激しい場所や足場の悪い場所でも難なく作業することができ。 スタミナ重視の狩猟を行うハンターから好まれて、重宝されていた。フランス革命や第一次世界大戦、第二次世界大戦が起こった際には戦火に巻き込まれて、たびたび絶滅の危機に陥ったが、その際は、サンジェルマンポインターや、アリエジョアなどの地を借りて生き延び、個体数が増加してから戻し後輩によりその地を、取り除いて、純粋なオーベルニューに戻す作業が行われた。 現在も人猟犬として多く飼育されており、ペットや消毒グとして飼われているものは稀である。大半は原産地で飼育されていて、それ以外では滅多に飼育されていない珍しい犬種である。筋肉質の引き締まった体つきをしていて、足は細く長い。マズルは短めで太い。頭部は他のポインター犬種と比べると若干大きめで耳は垂れ耳、おわ。 飾り気のないタレオだが3分の1ほどの長さにダウンをされる場合もある。コートはスムースコートで毛色はブラックローンブラックなど。体高はオス60から67センチメートルでメス56から65センチメートル。体重は雌ゆともに25から30キログラムの大型犬で性格は活発で真面目。 主人家族に対し愛情深く忠実であるが、頑固で独立心が旺盛、狩猟本能が高いという良犬気質を持ち合わせている。しつけの飲み込みと状況判断力は普通であるが、しつけは基本的に主人からのみ受け付ける。走るのはあまり速くないが、力が強く、足腰が非常に丈夫で、スタミナが多く運動量は莫大である。 飼育の際にはしっかりとした訓練や莫大な運動量を消化する必要があるため、一般家庭での飼育は難しい。ありがとうございます。